三浦淳さんのね、はい、言葉で、うん、比較三原則なんて言って、うんうんうん、他人と比べちゃいけない、うん、親と比べちゃいけない、うん、理想の自分と比べちゃいけないっていうのを言ってるんですけど、うんうん、なんかこの比較して苦しめてるんですよ僕を、うん、多分まあ僕みたいな人は結構多いと思うんです、はいはい、動こうとしても、うん、なんか今一歩、うん、出せないとかで、はいはい、毎日毎日自分で自分を苦しめている時に、うん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 、これ自由へのエニアグラムっていう本なんですけど、はい、この中でブラックホールっていう章があるんですけど、はい、うん、自分が自分だと思っている自分、はい、意識してる自分ですね、はい、これが自分だって、うん、でここに今出してる画像、はい、感情の層っていうんですけど、うん、では実際に感情の層について、まあ、説明しましょうと、一番表層にある感情から始めればよいと。これは自由へのエニアグラムという本はエニアグラムのタイプ を知ろうっていうことじゃなくて、うん、幸せという私たちの本性に目覚めようみたいな、はい、ちょっとスピリチュアル色の濃いものなんですけど、うん、これはね、一番表層にある感情から始めればよいと。今感じている感情をそのまま体験しますと。でその感情の土台にある一歩ずつ奥に降りていくと、まあ、何かに腹を立てているとすると、うんうん、でそれを抑え込まず、かといって発散しようともしないでくださいと。ただ怒りをそのまま感じる。するとその場合、怒りの下にある悲しみが出てきますと。引き続きその悲しみを体験すると、おそらくその下から恐れが出てくる、うん、それでまた恐れをそのまま丸ごと体験すると、恐怖の層よりも奥に落ちていき絶望に出会うと。でこの時自ら進んで絶望感の中に入って、絶望の奥底まで感じきると、やがてブラックホールに落ちていくと、うん、でこの本では、はい、意識のことを、うんうん、認識システムと言ってるんですね、はいはい、要はもう意識というのは認識システムで、そのこの人が生きていくために、うん、自動反応的に反応してしまうもの、うんうん、でそれがタイプみたいなものがあるって言ってるんですけど、はい、うん、これを落ちていくと、うん、取っ払っていくと、うん、なくなっていくと、そこにその本当の自分があるって言ってるんですね、うん、はい、要はこの怒りを生んでるのも、うん、悲しみも恐怖も願望とかも、うんうん、全部この認識システム、はい、要はこの人の欲的なところ、うん、何か叶えたいとか、こうしたい、こうありたいみたいな思いがあって、それを叶えるために動いてるし、それが苦しくさせるしみたいな、うん、ただそれをなくすと自分なんですよみたいなのが書いてあって、うん、はい、で本当の自分って何ですかなんて見ると、うん、愛なんて言うんですね、はい、で本当かよとかって思って、うん、でもなんか考えてみるとね、うん、その今ダメな僕がいて、はい、でもじゃあこれがないっていうのは考えられないんですけど、どういうことですか、今僕がなんかその儲けたいとか、はい、あれしたい、はい、これしたいみたいな欲があるじゃないですか、うん、だから欲をなくそうっていうのは、うん、なかなか難しいんですけど、うん、想像もね、うん、想像から欲望をなくそうっていうのも難しいんですけど、うん、じゃあ欲が全部叶ったとしたら、うん、はい、としたら、うん、これなくなるよね、はい、っていうのは想像できたんですね、うん、でこれがそうやってなくなった、で何でもできる、はい、できるんですよ、うん、僕って、うん、って考えていくと、うん、愛しかないなと思ったんです僕ってまあ分かんないですけど、はい、はい、あれこれって僕すごい発見と思ったんですけどこれ伝わらなかったですか今、はい大丈夫、嘘だ、まあ人それぞれ なので、はい、っていう感覚です、はい、なんかね、だからね、あ、性善説だなと思ったんです、人って、はい、うん、善だと思ったんですよ、うん、このなんか叶ってないとか、はい、そういう欲があるから、うん、なんか妬みも出てくるし、はい、まあ、妬み嫉妬が出てくるけど、うん、なんかそういうのが全部、なんて言うんだろう、全部ができる、はい、って
みんなが思ってるんだったら、うん、もうなんて言うんだろう、愛しかないじゃん、あーすごいって思ったんですけど、ノーベル賞だと思ったんですけど、はい、伝わらない、はい、おかしいな、そうですかなるほど。で、我々が敬愛する山田礼二さんは、はい、あのしきりに、うん、もう老僧思想だよっておっしゃるんです、はい、で、まあ、隊長となんかどんな動画撮りましょうねっていう話をした時も、うんうん、老子じゃないですかって言ったんですけど、覚えてます？言いました。なんで老子って言いました？まあ要は有名な話欲だな、欲だな、欲だな、みんなが知りたいところ、まあ、エニアグラムとか MBTI とかってちっちゃいちっちゃい世界じゃないですか。もう類型論の中のまたさらに細分化された、はいはい、なので、まあ、ここだとそこを狙ってると、はい、まあ、今の伸び率なんだろうなって感じですよ。もう1日1歩、はい、3日で3歩、はい、で2歩下がりましたね今週は、はい、ずっともう、うん、今週は苦しかった伸びずに、はい、うん、なのでなんかもっとみんなが知ってるような、はい、みんなが知りたいようなことをやるのがいいんじゃないかな。なるほど。っていうところで、まあ、有名どころですよ。まあ、皆さん取り上げてますよね、うん、はい、老子、うん、で私も老子だと思って、でこの自由へのエニアグラムの、はい、このイーライ・ジャクソン・ベアさんが書いたものなんですけど、うん、この中にイーライ・ジャクソン・ベアさんがもうあまりうまくいってなくて、どうしようどうしようって悩んでて、一番初めにあの浮上のきっかけ、はい、あの、あ、うん、なんだこれでいいんだ、うんうん、って思ったきっかけが、うん、老子の道徳経だっていうんですね、うん、はいはいはい、老子道徳経というのを読んだ時に、うん、ああそうかって光が差したっていうのが、はい、この自由へのエニアグラムに出てきて、はい、老子道徳経ですねと、はい、っていうところでこちら、はい、老子道徳経、はい。